お留守だ。ぜボディがお留守だ。ぜどうしたのケンちゃん。なんか頭おかしくなっちゃった。ここまで来て DDR やろうとした俺だった。商品を。コメントしてきてコメントこっちが返信してスルーしてくれるの本当なんなんって思うからブロックしよう。ムカつか。いいんじゃない、そういうの。え、何がブロック？うん。俺普通に値下げで交渉してブロックされたことあるからね俺。みたいな。それだけです。いや、どんだけだよと思って。しかもさ、なんか出品とかしてる人間がそういうのやるの本当意味わかんなくない？出品してる人間、まあ、うん、出品してる人自分で。ポップどうしたの。あの、どうしてもどうしたね、どうしても何、どうしてもやってほしいんですか。何をしないよお前。シコシコはおむつしてねえじゃんお前。何考えてんのお前。母じゃないんだよ。引いちゃったら、あ、もう極論言ったら自滅してこの辺のガードレールに一人で勝手に突っ込む分にはまだいいけどさ、物損事故で自分だけが痛いけど、それで歩行者引きましたとか車に衝突して、ね、運転手殺しちゃいましたって言ったら本当終わりだよ。しかも飲酒運転ってところでもっと罪問われるじゃん、普通の運転より。綺麗に映るね、うん、どこそれ。台東ステーション。うん、全然3階行かないからあんま分かんないんだよ。なるね、うん、だってあんたいつも強いじゃん、ただぶったなきゃじゃん。なっちゃうよね、そういう系ってね。なる。あのスピードが速くなればなるほど。っていうかね、イヤホンしてると全然わかんないから、ダウンが。まあ気にしないけど。周りの人みんな大体ポップにやる人そんなんだから、そんなんだよ。うん、まあ、あれはしょうがないよ。マイマイとかもしょうがない。あれあんな鬼不便ですねって言ったらああなっちゃうのもしょうがない。それでうるさいって言ってるやつはね、やめた方がいい。ソフトに叩くのって結構難しいと思う、あれ、うん、うるさいって言ってるおめえも大体同じ感じだから、うん、特大ブーメランだぞって思うけど、申し訳ない。一番客観的に見れる立場の人間だから、うん、大体みんな一緒やぞって思いながら見てる。ここもイチョウ並
仕事帰りのなんか楽しみがないからしょうがないんだよね。やることいっぱいあるから、あなたと違って早く帰んないといけないし。ラガさんはね、毎日遊んで帰ってきてね、好きなことやってね、無駄買いばっかしてね。ポプラ歯を磨いてあげるって言ってんの、あいつ磨かないでお前な、スカを磨ってもらって、ね、早死にしちゃうね、ポップね、かわいちょというわけで、でも昨日僕あれでしょ、ママに磨きシートでとりあえず拭いてもらったから、お前とマシでしょ。何あれ、あのクソ豚め、何あったこれ、超こっちにペッパーくんみたいじゃん、イタチなのかね、あれ、なんでやめるんですか、わんかないんだもんだって、お前のおむつ左下の絵ちょっとまずくね、足元だけ譲ってるとなんかちょっと危険で、そういう想像しかしないんだな、いつも。でもやっぱこのプリウスやばくない、なんかおかしくない、ドア後ろ、あ、なんか出てるね、もうこれハンドバーじゃないのこれ、いや違うか、いやわかんないんだから言ったじゃん、でもボディ別に数だな、やっぱドアなんかぶつけておかしくしたのかな、まあいいや、いや閉まってると思うの、いや待ってて、後ろに結構なんか蹴ったような段ボールいっぱい積んでっから、冗談抜きでハンドアなんじゃねえの、怖いな、イケアに荷物ドサドサドサって、どうだそれ、おやすごいガスってパンザは、戻ってないでしょ、戻らないでしょ、無理だよ、元に戻るんだったら土日も全部出なきゃいけないで、うん、それはちょっと無理なんで、さすがに一人身だったら別に出てもいいけど、うん、やっぱ条件が違う、そもそも今そういう条件でちゃんと入ってるし、店長もそれで承諾して入れてくれてるから、何一つこう罪悪感なく働いてる、行きたい人、はい、俺もなんか飲めようかな、なんか飲もうかな、食べるじゃなくてシェイク、でもチキンクリスプ頼むと150円だよ、まあそれでもいいんだけど、食ってさ、なんだかんだでさ、たまにさ安くなってると食べたくなるのがナゲットだよね、飽きたけどね、マックの福袋いらねー、チャモス、チャモスだよね、チャモスか、うわ高っ、あ、それマカロンだったな、ハンバーガーに見えた、ここから見たら、まあ、わかるけどさ形紛らわしい、うわー、マクルリービューフシチューマイ10円で立ったの、いや大幅に値下がってるように見せて、どうぞ、あなただけでいいや、チケットにしよう、え、これしかないマジで、え、これチケットなの、うん、マジで、どうだろう、それいいや、いや冬休みだからないんだよ、バイパーティーぐらいだわけだもん、俺興味あるの、ここでこんな混むか、あ、シェイク20円安い、バニラ、それにしよう、お店で使う、うん、開いた口が塞がらなくなる、このトラック君も入りたいのかな、おトラックでゾロ目って珍しいね、怖いな、入り組んでて、うん、一気に右行った、すごいね、あ、君も左行きたいんだよ、どっちかって言うと、でも今行けなくね、左だ、大丈夫、うん、ちょうど右行きたいって言ってた、こっち行きたいって、あぶらぶら、そっかさて、俺は
マックシェイクだけでいいや。あれなんか変なの美味しそう出ちゃった。いらねフラッペ高くね。フラッペ500円。パパがアホが払わすんだもんこいつ。わかる。チキンクリスプ、前もチキンクリスプ食えばいいじゃん。いやー店員さんたちが寒そうでこんなとこに立った。腹減ってないんでしょうね。